どうも、マジシャンのしゅんです。今日もまた動画を出していこうと思うんですけども、まあ、この動画はですね、昨日もお話しした通り、恋愛だとかの心理学、モチベーションアップだとか、まっすぐに使えるような心理学の内容だとか、あとマジックの内容とかですね、エンタメの教育の関連のものをちょっと上げていきますので、ぜひ、見てみていただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、さあ、今日のテーマはですね、やる気と生産性を上げる方法ということでお話をしていきたいと思います。自分が仕事をしている中で大事にしていることをちょっとお話していこうと思うんですけども、仕事をする中で生産性って考えたことってありますか？まあ、自分自身の生産性がどれだけ上げられるかとか、または会社に所属していれば会社での組織での生産性をどれだけ上げられるかっていうことが、仕事をしていたりマネジメントをしていると人や組織の生産性について悩むこともあると思うんですね。今回やる気と生産性についてのお話なんですけど、この2つ考えてみると切っても切れない、離せないような関係があります。どういう行動をいつやるのかによって自分や周りのやる気生産性を上げる方法というのをお伝えしていきますので、最後までぜひご覧いただければと思います。ぜひですね、他にもいろんなおすすめ動画がありますので、そっちの方も見てみていてください。というわけでチャンネル登録もよろしくお願いします。ちょっと面白い研究結果がありまして、人は動きながら悩めないっていう生産性の研究発表というのがあったんですね。で、単純に活動量を特に朝高めることによって仕事の生産性がぐっと高まるというふうに言われています。で、体を動かすだけでも効果があるということなんですね。で、結論を言うとですね、考える前に動くことがやる気を高めて生産性を高めるということなんですね。これ朝起きが苦手な人にも僕言えるんじゃないかなと思っていて、考えてから行動してるんですよね、それって。で、すごく分かりやすいなと思っていて、で、僕は基本的に朝起きたらすぐ起きれる人なんですよ。朝起きが苦手な人って結構こうパッと起きた時に、携帯電話を見ちゃったりだとか、もう違うことを考えたりとか、仕事嫌だなとか、今日何するんだっけとか考えることが結構あって、考えてるうちに、まあ、寝てしまったりとか、まあ、めんどくさいなと思って二度寝しちゃったりする時って絶対あるじゃないですか。で、それをやめたんです。やめるっていうことはどういうことかっていうと、もう起きた瞬間に目が覚めたらもう自動的にこう起き上がるようにしてるんですね。で、行動から入るともうそれ以上ないので、何も考えずにいつも通りのルーティンをこなすというところをやっています。考える前に動くことが、まあ、生産性を高めることですっていうのもそれにつながるんじゃないかなと思ってます。まあ、ちょっとした実験なんですけども、もしよければ動画で見ている方もやっていただければと思うんですね。何も考えずにまずは拍手をしてみてください。はい、こんな感じですね。はい。で、次に拍手をしながら悩んでみてください。はい。これ結構難しいんですよ。で、やってみて結構面白いんですけど、これ悩めなくなるんですね。で、これが行動の効果で脳の仕組みなんです。で、まず考える前に動くことをしてみてください。それを強制的に作り出すことができれば、前回の動画にもあった拍手なんですね。考える前に行動するっていうのは難しいと思われがちなんですけど、自分が仕事で重要視していることっていうのは、とりあえずやってみるなんですね。で、スピード感を持つこと、この2つですね。これをやり続けてきました。失敗もあります、もちろん、ね。成長するためにはでもこの2つは絶対的に必要だと思います。で、フリーランスでやるのであれば確実に必要です。で、やると何が起きるかっていうと、まあ、結果が残ります。で、それを改善していけば成功につながると思っているので、ということは、まずやらないっていう、まず選択肢はないんですね、僕の中では。落ち込んだ時とかネガティブになってしまった時っていうのは、まあ、朝苦手な人もそうですけども、運動量をまず多くするようにしてみてください。そうすると生産性が高まって、やる気が上がっています。要するに生産性が高まると行動するから生産性もちろん上がりますよね。で、そうすると自動的に心がついてくるので、やる気が上がってくるっていう方法です。ということで、まあ、結果出てきますので、意図的に感情と行動のバランスを崩すっていう方法をしてあげるっていうのが、重要ポイントになってくる。落ち込んだ時、ネガティブになってしまった時っていうのは、なかなかこう次の行動に移すことが難しかったりするんですね。行動でまず拍手だとか、前回やった通りですね、拍手をやってみてくださいとかやりましたけど、まあ、走ってみてもいいし、スキップでも何でもいいんですよ。で、何でもいいのでプラスの行動をとってみてください。で、感情がその行動に引っ張られます。ね、それをすることによって、自分自身のやる気というのを常にこうモチベーションを保ち続けることができるので、感情が行動に今引っ張られるっていうのをぜひ考える前に行動してくださいっていうことをやってみてください。というわけで、まあ、それを実践してみていただければと思います。ということで今日の動画をおしまいにしたいと思います。ということでありがとうございました。今後また心理学の動画とかですね、有益情報を上げていきますので動画のアップしていきます。
チャンネル登録だとかいいねコメントを待ってますんで、よろしくお願いします。というわけでマジシャンのシュンでした。本日もありがとうございました。